アポロ15号。アポロ15号は、アメリカ合衆国のアポロ計画における4度目の月面着陸飛行である。アメリカの友人宇宙飛行は、これで8回連続で成功を収めた。また月面車を使用し、より長い期間月面に滞在して科学的探査に重点を置く、いわゆる J 計画が初めてこの飛行で行われた。 発射は1971年7月26日、期間は8月7日だった。NASA は15号をそれまでに行われた中で最も成功した有人宇宙飛行であったと表明した。着陸船、ファルコンは月面上雨の海の中のパラスプトレディネス、腐敗の沼地と呼ばれる地域にあるハドリー山に降り立った。デイビッド・スコット船長とジェームズ・アーウィン着陸船。 操縦士は月面で3日間を過ごし、18.5時間の船外活動で7 7ラム、170ポンドのサンプルを採集た。またこの飛行では初めて月面車が使用され、それまでの徒歩による探査よりも、はるかに遠くまで着陸船から離れることを可能にした。一方で司令船エンデバーの操縦士、アルフレッド・ウォーデンは月上空を周回しながら、 機械船の化学機器搭載区画に収納されているパノラマカメラ、ガンマ線分光計、地図作成用写真機、レーザーコード計、質量を分析機などを使用して月の表面とその環境に関する詳細な探査をし、さらに飛行の最終段階ではアポロ計画で初となる小型衛星の放出を行った。15号は当初の目的を完遂したものの計画終了後に スコットたちが飛行を記念した切手をめぐってある人物と飛行式に金銭的な取引をしていたことが明るみになり彼らの名誉はいささか傷つくことになった。皮肉なことにこの飛行は初めて月面車を使用したことで後に記念切手が発行されたがこれはマーキュリー計画でアメリカ発の有人宇宙飛行が行われからの10年間での数少ない例の一つであった。 飛行士たちは三人とも空軍の出身であり、また全員がミシガン大学で名誉学位、または修士学位を授与されていた。スコットが名誉学位を授与されたのは1971年春で発射の1ヶ月前のことだった。彼はかつてミシガン大学に在籍していたが、陸軍士官学校からの招待を受けたために同大学を中退していた。飛行士たちは陸軍、または 海軍兵学校で学業を行っていた。シュミットはグループ4と呼ばれるアポロ計画のために選出された科学者を中心とする宇宙飛行士のメンバーの一人であった。グループ4から月に行ったのは彼だけで1972年の17号で飛行した。スコット船長らはアポロ12号では予備搭乗員を務めていた。彼らは全員空軍出身であり、 全員が海軍出身だった本搭乗員たちとはライバル心を発揮したが同時に良い協力関係にあった。15号は当初は12号、13号、14号と同様に H 計画として飛行する予定だったが NASA は1970年9月2日アポロ計画を17号までで終了することを発表した。このため15号は計画の効果を 最大限に高めるべく J 計画として飛行することとなった。これにより15号の訓練もいくつかの点で変更が加えられることになった。その中の一つが地質学的探査の訓練であった。地質学の探査はそれ以前にも行われていたが、15号は初めてこの点に最も高い優先度を置く飛行となった。スコットとアーウィンは カリフォルニア工科大学の地質学者で特に、サキカンブリア時代の専門家である、レオン・シルバーと共に訓練をすることになった。シルバーは、宇宙飛行士のハリソン・シュミットから、NASA が以前に雇っていた講師の代わりをやらないかと、打診されていた。彼は、年代測定法、中でもウランが鉛に崩壊する過程を計測する、ことで、石の年代を特定する手法の改善で、 1950年代に大きな貢献をしていたのである。当初シルバーは本搭乗員と予備搭乗員たちをアリゾナやニューメキシコの様々な学問的研究用地に連れて行き普通の地質学の授業のような訓練をするつもりだったが発射が近づくにつれてその訓練はより現実に近いものになっていった。飛行士たちは船外活動で使用する 生命維持装置の模型を背負い、テントにいるキャプコム宇宙船連絡員たちと大きいキーで会話した。キャプコムは宇宙船との更信を担当する管制官で同僚の宇宙飛行士が務める。また通常は飛行士たちとの会話は彼らしかすることができない。さらにキャプコムには飛行士たちの発言を地質学という彼らにとって不安内な,な分野での表現に翻訳するための補助として、 地質学者のグループが伴っていた。ハドリー山への着陸は1970年9月に決定した。着陸地点の選考委員会は候補地をハドリー列港とマリウスクレーターの2つに絞っていた。マリウスの近くにはおそらくは溶岩ドームと思われる低い昇級が数多くあった。スコット船長は最終的な決定権こそなかったものの候補地の選定には 大きな発言権を持っていた。彼にとっては、ハドリーさんを選択した理由は明確で、探検するには最高の場所だったからであった。一方で司令戦操縦士のオーデンは違う訓練を積んでいた。彼は、エジプト生まれの地質学者、ファルー・エルバズと行動を共にし、司令戦が月を周回する状況を模して、飛行機で訓練の上空を飛び、 空から眼下を通り過ぎる月面の地形を観測することにおいて高い技術を習得した。15号は1971年7月26日午前9時34分、ベートーブ標準時、フロリダ州ケープカナベラルのケネディ宇宙センターから発射された。打ち上げの途中で、サターン5型ロケット第1弾 SIC のロケットエンジンは、 一段目が切り離された後も4秒間にわたって噴射を続けた。この時、第二段 SE の排気ガスは SIC の遠隔操作の機器を直撃していたので、まかり間違えば第一段と第二段が衝突して打ち上げが中止されるところであった。このような不具合はあったものの、第三段 SE 部,部と宇宙船は無事に地球周回軌道に到達した。 発射から2時間後、s イブブのエンジンが再点火され15号は地球周回軌道を離れ月への繊維軌道へと投入された。発射から2日後、宇宙船は月の裏側を通過した。そこで機械船の推進エンジンは6分間にわたって噴射され、宇宙船は第1段階の月周回軌道に投入された。金月点を通過したとき、 着陸船をハドリー山に降下させるための適正な軌道に修正すべく SPS エンジンが再度点火された。15号は7月30日につき周回軌道に到達した。初日のほとんどはその後に控えている着陸船降下の準備に費やされた。準備が完了すると指令、機械船との切り離しが試みられたが、ハッチの機密構造に不具合が生じたため切り離しは、 成功しなかった。司令船操縦士のウォーデンがハッチを再度密封すると、今度は無事に司令、機械船から離れ始めた。スコットとアーウィンが降下の準備を続ける一方でウォーデンは、司令船に残り、上空からの月面観測を行うために、高度を上げ、数日後の同僚たちの帰還に備えた。ストットとアーウィンは直ちに、ハドリー山に向けて、降下を始めた。 降下開始から数分後、着陸船ファルコンがピッチオーバー、姿勢を徐々に垂直状態にすることして着陸地点へのアプローチ入ったとき、ファルコンはまだ目標地点から 6km も東にいたため、スコットは急遽飛行経路を変更した。7月30日22時16分29秒、15号はハドリー山に到着した。 着陸地点は当初の目標からわずか数百メートルしか離れていなかった。アポロ十一号ではアームストロング船長らは着陸直後は興奮して眠れなかったため直ちに船外活動を開始したが十五号では翌日に備えて休息することを選択した。彼らはこの後それ以前のどの飛行よりも長い時間月面に滞在し3回にわたって 船外活動をしなければならなかったため、睡眠のリズムを崩したくなかったのである。ただし就寝する前、スコットは船内を減圧して上部にあるドッキング用ハッチを開き、そこから顔を出して周囲の写真撮影をした立証船外活動。彼らが就寝している間、ヒューストンの管制センターでは酸素がゆっくりとだが確実に漏れていることをずっと検知していた。 宇宙船に搭載されているコンピューターから遠隔測定でデータを読み出すことは、その夜は電力節約のために限度があり、管制センターは飛行士たちを起こさなければ正確な原因を特定することができなかった。結局スコットとアーウィンは予定よりも1時間早く起こされ、酸素漏れの原因は尿状化装置のバルブの一つが解になっていたからであることを突き止めた。問題解決後、 飛行士たちは、船外活動の準備を始めた。4時間後、スコットとアーウィンは、史上7番目と8番目に月面に降り立った人間となった。二人は着陸船の格納庫から月面車を取り出すと、最初の船外活動の目的地である、ハドリーレッコーの縁にあるエボークレーターへと向かった。着陸船に戻ると、アポロ月面実験装置群を展開した。第回外活動は、 およそ6時間半で終了した。二日目の目標地点は、モンスハドレーデルタと呼ばれる小山で、両名はそこで、アペニン山脈周辺にあるクレーターで石を採集した。またこの時彼らは、アポロ計画で後に最も有名になる、サンプル番号15,415 15番、通称、創世期の石、ジェネシスロックを発見した。着陸船に戻ってからも、スコットは、 前日苦労したアルセップ設置場所でのボーリング作業に取り組んだ。土質力学的実験を行った後、二人は月面に正常機を立て着陸船に帰還した。第二回船外活動は7時間12分で終了した。最後となる第三日目の船外活動では、再びハドレー陸港の縁を探索した。今回は着陸地点のすぐ北西にある場所が目標だった。 着陸船のそばに戻ると、スコットはテレビカメラの前で実験を披露し、同じ重力場の中にあるものは空気抵抗がなければ、質量の代償にかかわらず同じ速度で落下するという、落体の法則を実証しようとしたのである。スコットは両手に羽とハンマーを持ち、同時に手を離した。空気抵抗を受けない、月面上では、両者は落体の法則通り同時に月面に落下した。 その後スコットは月面車を着陸船から離れた場所に移動させた。この後管制官が地上からの遠隔操作で月面車に搭載されているテレビカメラを動かし着陸船が離陸する場面を撮影するというのである。さらに彼は宇宙飛行士慰霊碑を月面に置いた。その表面には1971年当時までに命を落としたソ連とアメリカの宇宙飛行士たちの 名前が刻まっていた。第3回船外活動は4時間50分で終了した。船外活動の総計時間は18.5時間で、採集したサンプルは合計で約 77kg、170ポンドであった。着陸から2日と18時間後、ファルコンの上昇段は、月面から離陸し、軌道上で待機するウォーデンが乗る指令、機械船とのランデブーと、 サイドッキングを行った。採集したサンプルや様々な物品を指令船に移し替えた後、着陸船は切り離され地震観測のため恋に月面に衝突させられた。3飛行士はその後も月周回軌道上からさらなる月面の観測を行い、小型衛星を放出した。すべての任務が完了すると、軌道から脱出するため SPS エンジンを点火した。翌日。 地球への帰路で、ウォーデンは新宇宙での船外活動を行った。この種の活動が行われるのは、史上初めてのことで、目的は、機械船のシム、化学機器搭載区画に収納されていた露光フィルムを、収むすることであった。この日の終わりに、彼らは、アポロ計画における宇宙最長滞在記録を樹立し、アポロ計画で最も長く、宇宙にいた飛行士たちとなった。 翌8月7日、機械船が切り離され司令船は大気圏に再突入した。着水の際、3本のパラシュートのうち1本が開かなかったが、着水に必要なのは2本だけであったため問題はなかった。1本は予備とし用意されていた。12日と7時間11分53秒にわたる任務を完了し、飛行士たちは北、太平洋上で回収船沖縄に収容された。 15号の指令、機械船は CSM-112 と呼ばれるモデルを使用していた。船名はエンデバーで、由来はイギリスのホブネエンデバー号であった。また着陸船 LM-10 は空軍士官学校を象徴する鳥にちなんでファルコン、ハヤブサと名付けられた。もし15号が H 計画として飛行していれば指令。 機械船には CSM-111 が着陸船には LM-9 が使用されることになっていた。CSM-111 は1975年にアポロソユーズテスト計画で使用されたが、LM-9 は結局使われることはなく、現在はケネディ宇宙センターの来訪者施設に展示されている。再突入後、3本あるパラシュートのうちの1本が 展開した後にも連れてしまったが、安全に着水するには二本あれば十分だった。エンデバーは無事に帰還し、すべての任務は成功裏に終了した。司令船のシムが宇宙で使用されるのは今回が初めてのことであり、ケネディ宇宙センターの技術者たちは最初の時点から多くの問題を抱えていた。その最大の原因は、 シムは無重力の状態で使用するように設計されているにもかかわらず整備や試験は地上の一時の状況下で行わざるを得ないという事実にあった。例えばガンマ線分光計や質量分析機は長さ7.5メートルの指示棒の先に取り付けられており試験の際にはレールの上を移動させて無重力状態を再現しようとしたのだがあまりうまくはいかなかった。べての機器を 宇宙船に収めようとすると、今度はデータのストリーミングが同期しないという問題が発生したため、技術者らは設計の変更と最終的な試験を行う子を望んだ。またガンマ線分光計の試験をする際には、半径10マイル、1 6トル以内にいるすべての車のエンジンを停止させなければならなかった。着陸船については、 上昇弾と加工弾の両方で燃料と酸化剤のタンクの容量が増やされ、また加工弾のロケットエンジンのノズルが延長された。さらに、太陽電池を追加したことにより、電力が増強された。これらの改造により、着陸船の総重量はそれまでよりも4000ポンド、1800kg、増えて36000ポンド、16000kg になった。 司令船ウェンデバーは2016年現在はオハイオ州デートンのライトパターソン空軍基地にある国立アメリカ空軍博物館に展示されている。月面車の製作はボーイングが担当し、1969年5月から開発が続けられた。5フィート20インチ1.50.5メートルに折りたたむことが可能で着陸船にはその状態で収納されている。 乾燥重量は460ポンド、2 0 9キログラム、飛行士と機器を搭載した時の重量は1500ポンド、7 0 0ラムである。各車輪は電気モーターにより独立して駆動し、それぞれが4分の1馬力を発揮する。運転は両飛行士ともできることになっているが、実際には常に船長が運転する。最高速度は時速六から八マイル、十からキロメートルで、 これにより初めて飛行士は着陸船から遠く離れた場所に移動し、科学実験のための十分な時間を持つことが可能になった。小型衛星 PFS-1 はシムから月周回軌道に放出された。主な目的はプラズマ、宇宙船及び月の磁場環境を調査し、月の重力場の地図を作成することであった。特にプラズマ、エネルギー粒子の強度、 ベクトル磁場の測定には重点を置き、衛星の速度を高精度で追跡することを容易にした。衛星に課せられた基本的な要求は、月周回軌道上のどこからでも、磁場や宇宙船のデータが得られることであった。月は地球から38万キロメートル、地球半径の60倍の距離を、ほぼ円形の軌道を描いて周回しているため、衛星は惑星間空間から、 様々な領域に至るまでの地球の磁気圏を巡ることができた。PFS-1 は1971年8月4日から1973年1月までデータを送り続けた。後年多数の月周回衛星の軌道を調査した結果、科学者たちは月周回程軌道は不安定なものであることを発見するに至った。PFS-1 は幸運なことに 4種類ある月の凍結軌道の近くに放出された。当時の技術者たちは全く知らなかったことなのだが、この軌道上では衛星は半永久的に月を周回し続けることができた。衛星放出は月軌道での飛行士たちの最後の任務で地球機関のためのエンジン噴射の1時間前に行われた。アポロ16号でも実質的に 全く同一の衛星が放出された。15号を打ち上げた SA-510 は10回目に発射されたサターン5型ロケットで、米ロードを拡張するため、飛行軌道やロケット本体に、いくつかの改良がなされていた。まず発射方向はこれまでよりも南より、方位角80から100度に向けられ、大気軌道の高度も 166km、90回りに下げられた。 これらの変更により、ペイロードは1100ポンド、500kg 増加した。また、予備燃料も減らされ、さらに第1弾 SIC を第2弾 SE から引き離すための逆噴射ロケットの数も8本から4本にされた。ただし逆噴射ロケットと第1段階マイナス1の中央エンジンの燃焼時間は延長された。詳細については、サターン5型ロケットを参照のこと。 また SE についても、保護振動を抑えるための改良がなされた。すべての機器が組み込まれた後、サターン5型ロケットは39アンペア発射台に搬送された。1971年の6月下旬から7月上旬にかけて、発射台の整備等は少なくとも4回にわたって、雷の直撃を受けたが、損傷はわずかなものだった。 15号以前の宇宙服では、生命、維持、酸素の供給及び二酸化炭素の除去、冷却水、通信ケーブルの3系統をまとめたコードが2本、並行して繋がれていた。このタイプのものは月に行かなかった飛行も含めて、すべてのアポロ計画で船長と着陸戦争重視が着用していたが、15号では A7LB という新方式の宇宙服が採用された。a 7では、 高度の接合部が三角形になり、着脱用のファスナーが右肩から左尻にかけて斜めに配置され、これまでは上下に配置されていた用部が屈伸するようになった。これによって飛行士は身をかがめたり月面車の席に座ったりすることが可能になり、さらに生命維持装置も長期間の月面活動ができるように改良された。一方で司令戦操縦士はそれまでは、 接合部が3つあるタイプのものを使用していたが、15号では冷却水の接合部がない、それ以前の月面活動で使われていた旧タイプのものを着用した。これは司令船操縦士が新宇宙での船外活動をして、シムからフィルムの回収作業をするためであった。計画終了後、飛行士たちと NASA の名誉は、スコットがあるドイツ人の切手収集家と交わした金銭的な やりとりが明るみに出たことによって汚されることとなった。彼はウォルター・アイアーマンという人物から記念切手を密かに月まで持っていくように持ちかけられていた。アイアーマンは NASA の職員や宇宙飛行士のグループと多くの専門的かつ社会的なつながりを持っている人物だった。スコットは依頼に応え、飛行人の初日カバー398枚を宇宙服に潜ませ、 月面での休憩時間中に封筒に貼り付け、さらに自らの署名までしていたのである。当初は400枚を持っていくはずだったが、封をする際に2枚が破損してしまったため破棄されていた。アイアーマンはこのうちの100枚を受け取り、飛行士たちにそれぞれ7000ドルを銀行預金の形で支払うことを約束した。さらにアポロ計画が終了するまでは決してこの切手の、 ことを宣伝したり他に売却したりすることはないとも誓ったのだがその後この100枚はアイアーマンからヘルマン・ジーバーという業者に渡され彼がドイツ国内でこれを1500ドルで売買し始めたことによって問題が発覚したこの事実が明るみに出た時 NASA は直ちに残りの298枚を飛行士から没収したさらにスコットらもアイアーマンから金銭的な報酬を 受け取らないことに決めたが、宇宙飛行士たちの倫理観については、各方面から疑問の声が投げかけられた。15号に限らず、飛行士が私的に物品を宇宙に持って行き、後に、お土産という形で、金銭的な報酬を受け取るという行為は、以前から慣習化していたことがこの事件で明らかになったからでや。後に、アーウィンは著書の中で、自分は、 子供の大学の学費を払うためにこの取引に応じたのだと述べた。また15号についてはもう一つ論理を呼ぶ事件が飛行終了後に起こった。スコットラはポール・バンヘイ・ドンクというベルギー人の彫刻家に宇宙開発の促進のために命を失ったアメリカとソビエトの宇宙飛行士たちを追悼するための肖像を作るように依頼していた。宇宙飛行士慰霊碑と呼ばれた。 この像は、第3回戦外活動終了の際、米ソの14名の飛行士の名を刻んだ銘板と共に、月面車の横に置かれた。だがこの時点では知られていなかったことなのだが、ソ連が、史上初めて選出した20名の宇宙飛行士のうち、2名は15号の飛行よりも前に、すでに死亡していたのである。バレンティン・ボンダレンコは1961年3月に、鉄道事故。 グリゴリー・ネルボフも1966年2月に鉄道事故で命を落としていた。ネルボフの死因は公式には事故とされているが、実際には泥酔状態で列車に引かれたもので自殺とられている。ソ連は宇宙飛行士のイメージが傷つくことを恐れたため、長らく自殺の事実を隠蔽し事故で死亡したことにしていた。従って、この2名の名は月面に置かれた名番には書かれて、 いなかった。慰霊碑はテレビカメラが消されている間に月面に置かれた。スコットがこの間何をやっていたのかはアーウィンしか知らないことであった。またスコットは管制官に対しては月面車の周囲で清掃作業を行っていると報告していたので地球でも彼の行動を知る余しもなかった。飛行士らはヘイドンクに対しこの肖像の複製は作らないということで同意していたのだが 飛行終了後に彼らが記者会見でこの追悼行為のことを明らかにいると国立航空宇宙博物館が展示用の肖像の複製を作ってほしいと依頼してきた。さらにはヘイドンクも同意を破って複製を作り広告を出したりしたのだが NASA からの圧力で販売は取り下げた。後に NASA が15号の最終報告書をまとめたときこの飛行人の肖像については何も コメントしていなかった。15号の飛行士は3名とも現役のアメリカ空軍の軍人であったため、全員が海軍軍人だった12号が航海中の小船をテーマにしていたのと同じように、気象も空軍をモチーフにしている。円形の気象の中では、鳥を表す赤と白と青の線が月面のハドリー列行の上空を飛行している。そのすぐ後ろには、 15を表すローマ数字の XV がクレーターの線で書かれている。全体は青と赤の線で囲まれ、その間の白い帯の中には飛行士たちの名前が記されている。スコットはエミリオ・プッチというファッションデザイナーにこの気象の制作を依頼した。プッチの案では当初は形態は四角だったが、飛行士らの意見により円形に改められ、さらに色も、 青と緑だったのを愛国的な赤と白と青に変更された。ウォーデンによれば、それぞれの鳥も各飛行士を表しているそうで、一番上にある白は司令戦操縦士である彼に、青はスコットに、赤はアーウィンに対応しているとのことである。飛行番号は NASA は三4数字で表すべきだと強く主張していたが、気象ではローマ数字で表された。15号が着陸する際、 加工団の排気ガスによって月面に形成された円形の痕跡は2008年に日本の月探査衛星家具屋が撮影した画像の比較分析によって確認された。この画像は15号の指令船から撮影されたものともよく一致しアポロ計画が終了して以来月面に残された痕跡を宇宙から撮影した初めての例となった。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。